佐賀県にある地域密着のスーパー。店内はごく普通ですが、今 SNS でバズりまくっている話題沸騰の映像が。朝のタイムサービスの時に上げた動画ですね。インスタグラムでだいたい900万回再生されました。驚異の900万回再生。その投稿動画が、副社長が踊りながら惣菜をアピール。すると、常連客のおばあちゃんがつられてノリノリダンス。おばあちゃんかわいい。おばあちゃん真顔で頑張っているのがいい。リズム感が良すぎる。おばあちゃんへの称賛コメントが殺到。おばあちゃんのカート、よく見るとカゴに何かが。ねえおばあちゃん、入り口の消毒液引っ掛けてきちゃってる。消毒液の長いノズルがカゴの隙間にすっぽり。どうやったら消毒液がそんなところに引っかかる？どうやら入り口に設置しているものがおばあちゃんの知らぬ間に引っかかってしまったようです。常連さんでも十数年もうちに通っていただいている常連のお客様です。結構販売とかしてたら、今日は踊らないかって言って向こうからこう煽られたりすることもよくあるんですよね。気さくな陽気なおばあちゃん。そもそもこのパフォーマンス、コロナ禍で客足が遠のく中、集客のために始めたところ、 SNS で人気に火がつき、今や北海道や沖縄など全国各地から見物客が訪れるほどに。売り上げも4割アップ。私たち日本一面白いスーパーマーケット、ファインズ武田という、ね、名前でやっております。自分たちがこう面白いことやってます、面白い動画とか上げてますということで、他にもいやうちの店舗の方が面白いぞ、なんかこういう交流ができたらなという思いでなんか始めたっていうのがきっかけだと。全国の皆さん、ファインズ武田へ遊びに来てください。よろしくお願いします。